起きたか。何を言ってる。俺の意志で。俺に触るな。どうでもいいけどよ。ずいぶん余裕ありそうじゃねえか。お前の気をたどってきた。洞窟の中はちょっと困ったけどな。ああ、でもそうしたらなんか男とくっついて楽しそうだったからな。いや、信じてるけど。バカなこと言ってんじゃねえよ。なんで俺がわざわざ拗ねなきゃいけねえんだよ。侵入者。なあ、必要だっただろ。おいチビ、お前の相手してる暇はねえんだよ。痛い目見たくなきゃ飛びてろ。マリコを渡さない。カチンときたぞこの野郎。マリコをほったらかしておいて何が渡さねえだ。
ええ、ウルキ。二丁上がりっと。ありがとうよ。助かった。マリコは何ともないか。よし。さっさとこっから出るぞ。他の奴らと合流してから出直しだ。無理だ。気絶した奴らを運んでる余裕なんかない。それに途中で目を覚まされても厄介だろ。どうせまた後で顔を合わせることになるんだ。まだ機会はある。マリコ、無事で何よりだ。それはいいのよ。気にすんな。お前は俺が守りたくて守ってるんだからな。マリコさんも疲れているから、とにかく家の中に入りましょう。第五の神か。まさかそんなものが存在するなんて。Thank you.
最初の予定が随分狂っちまったが、今夜あの教団を叩く。それでいいか。ええ、やってやろうじゃねえか。いろんない、お前忘れてねえか。明日であれから7日目だぞ。いや、祭壇に鏡を掲げれば帰れるというのは信憑性は高いが、確証があるわけではない。それを考えれば今夜が限度だろう。そうね、鏡が明日まで持つという保証もないもの、早いに越したことはないわ。そういうことだ。それ以上はマリコも匠も危なくなる。本当は昨日の夜仕掛けちまいたかったんだがな。いや、どっかの七星子が遅れてこなきゃマリコがさらわれることもなかったと思うんだけどな。おい、引き継ぐ。どうせ富手がまたバカなことやって遅れたんだろう。さてな。ウルキ、てめえ喧嘩売ってんのか。教団叩く前にてめえを叩いてやろうか。タキコ。ふん。今は喧嘩なんてしている場合じゃないでしょ。悪かったな、ウルキ。悪かったな、マリコ。おい！これはこれは皆さん、お揃いで。こんばんは、マリコ。いい夜ですね。とりわけ、第五教団を叩くにはいい夜だ。てめえ、どういうつもりだ。
いつものコソコソした戦法はもういいのか？ウルキ待て。第五教団と言ったな。お前何を知っている？何も知りませんよ。ただ単に彼らが邪魔になったので消しに行こうと思っただけです。第五の神など降ろされては困る。もちろん玄武も降ろさせはしませんが。それはできません。僕が姿を現したのはあなたたちの意思を確認するためです。意思？第五教団を倒すつもりなのかどうかってこと？ええ、その通りです。巫女、あなたたちは本当に彼らを倒すのか、そして倒せるのか。当たり前だろ。あんな奴らぶっ潰してやる。それだけ元気があれば信じても良さそうだ。それでは我々はここでは会わなかったことにしましょう。マリコ、シュラはあちら側のものです。残念ですが処理は任せます。もっとも彼はそう長くはなさそうですが。言葉通りです。それでは今度こそこれで。なかなか楽しかった。あなたとももうお会いすることはないでしょう。あなたが巫女でなくてよかった。行くぞ。準備はいいか？終わったか。こっちもあらかた片付いたぜ。
こっちにはいなかった。ま、いたら今頃ぶっ飛ばして連れてきているけどな。富田と秘訣は？匠さんとシラを探しに行ってもらったわ。女二人じゃ危ねえだろ。なんで両方行かせるんだよ。どっちか護衛に置いとけっての。とにかく時間がないのよ。危ないとか言っていられないわ。それに富田も引きつも単独行動は危険じゃない。おい、俺の単独行動は心配なしかよ。てめえをぶちのめせば終わりってんならやってやるだけだ。何を言っているの？無駄な抵抗って言葉知ってっか？教師様に逆らう者は殺す。教師様の言う通りにしていれば神義様が喜んでくれる。こいつと話してもしょうがねえ。とりあえずあいつら痛めつけるぞ。
るか！それで終わりと思わないことだ。あの教師は逃げないのかしら。マリコ、悪い。ウルキ。だらけだぞ。
ゃあな。大丈夫？全員無事か？私とマリコさんは大丈夫。俺も大丈夫だ。君は気絶させた。俺も大事ない。死んだよ。俺の風の直撃を受けて。俺を恨むか？あいつ死ぬぞ。俺の風を思いっきり食らってるはずだ。あのチビのちょうど後ろにいたから一緒にぶち込んでやった。逃げなかったのが不可解だな。でもそれじゃあこれで終わりなの？まあ、教主が死ねばこんな教団は維持できないだろう。